このロビーコンサートは立川市役所で月に一度開かれているものです。43回目となった今回演奏したのは牛久真紀子さんと牛久直明さんの兄弟デュオレ・クロッシュ。幼少期よりフランスで育った2人は共にフランスのルエイユ・マルメゾン音楽院大学院課程のピアノ科とチェロ科の室内楽科を首席で卒業し、フランス内外数々のコンクールで優勝を果たしています。ロビーコンサートではフランスの作曲家フォーレのシシリエンヌや夢の後になど全7曲が演奏され、観客もピアノとチェロの織りなす美しいハーモニーに聞き入っていました。ご兄弟のチェロとピアノ、すごく迫力があってすごく心に染みてよかったと思います。楽器がものすごくいい音してて本当に素晴らしかったです。毎回参加してますけど楽しみです。次回の立川市役所ロビーコンサートは7月2日木曜日お昼12時20分から、バイオリン奏者の坂下佳代さん、ピアノ奏者の伊藤智子さんを迎えて行われる予定です。ぜひお出かけください。